皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は水草水槽、これだけは揃えておきたいツール1、ピンセット編について解説をしたいと思います。今回の動画なんですけども、例えばこれから水草水槽を始めたいんだけれども、まあ最初にどんな道具を買えばいいのかよくわからないといった方、あるいは水草を植えても抜けてすぐに浮いてきてしまうという方、あるいはとにかく水草を植えやすいピンセットを探しているという方、まあこういった方々にとって今回の動画を非常にお役に立てるのではないかなと思います。で、水草水槽の場合って非常に多くのツール、まあ道具を使いつつ水系をきれいに維持していくわけなんですけども、その中でも特に頻度が多い、使う頻度が多いツールというとピンセットになります。まあということで今回は一番目の動画ということで、まあいろんなツールありますけど一番最初にピンセットの解説をしていきたいと思います。で、ピンセット、もう実はこれ本当に、選び方を一つ間違えるとものすごく水草水槽を作るのが大変になります。で、当店のお客様からもとてもご質問が多いんですけども、とにかくこう水草植えてもすぐに抜けちゃってとか、あるいはとにかく水草を密に緻密にこう細かく植えていきたいんだけれども、隣の水草が浮いてしまうと、こう植えるたびに横のものが浮いちゃってとか、まあそういったトラブルがあって非常に自分がものすごく下手なんですよみたいなことをねおっしゃるんですけども、実はこれ違うんですね。皆様の腕が悪いのではなくて道具が悪いという可能性が非常に高いです。というのが私自身も様々なピンセット、いろんなものをね今までまあ使ってきたんですけども、やっぱり道具によって全然こう植える時のフィーリングが違ったりとか、まあ、そういった使い勝手が全然違います。なので皆さんこの自身が下手とか不器用とかおっしゃらずに、まずは道具のところを、また見直していただければと思います。で、これから初めて水草水槽をスタートされる方にとっては、まだ道具一切お持ちでないと思いますので、そのあたりも今回の動画非常にね、先に見ていただければ、間違った道具を選ぶってことがないと思いますので、ぜひ最後までチェックいただければと思います。で、この今動画見ていただいている視聴者の方にとって、まあご興味というのが、じゃあどのピンセットを選べばいいんだろうって言ったところなんですけども、まず一番最初に結論を申し上げます。それは ADA のプロピンセットです。もう本当にこのピンセットの使い心地を超えるものっていうのはもうなかなかないです。なのでもう、まあ、結論を先に言ったんですけども、もうこちらのシリーズ選んでいただければ、もうまず間違いはないです。もう本当に植えやすいです。で、ただ、こちらの、プロピンセットシリーズも長さがいろいろあったりとか、あるいはお近くに特約店がない方ももちろんおられると思いますので、そういった方々にとって、じゃあどういう点に、気をつけてピンセットを選ぶべきなのか、まあ、そのあたりも、詳しく解説をしていきたいと思います。では、その選ぶ時のポイント、何に気をつけて選べばいいのか、まあ、これにつきましては3点ポイントがあります。まず1つ目は、とにかく先端が細いこと。そして二つ目は長さがある程度長いこと。そして三つ目は精密にできていること。まあ、この三点になります。まあ、この三点を完璧に満たしているのが ADA のプロピンセットシリーズ。ということで、こちらを一番まあ私自身が推奨してるんですけども、ただこの条件さえ満たしていれば別に他の、ピンセットを使っていただいても全く代替は、可能だと思います。代わりに使っていただいても十分、使い心地がいいと思います。はい、ではまず一番の細さ、ピンセットの先端の細さについて解説をしていきたいと思います。水草水槽に使うピンセット、とにかく先端が細いものがいいという、ことになるんですけども、例えばこちらのピンセット、こちらが ADA のプロピンセットシリーズなんですけど、見ていただくとわかると思うんですけども、非常にこう、先端がものすごく細いと思います。で、こちらが、同じ ADA の、グリップシリーズっていうピンセットになるんですけども、まあ、一般的には、こういった太めのピンセットの方が、定番かと思います。例えば文房具用とか工作用のピンセットとかでね、お使いの方もおられるかもしれないんですけども、これくらいの太さが、まあ、標準じゃないかなと思います。ちょっと比較してみますと、まあ、これぐらい違いますね。なので、非常に、太い。見えます。ただこれを普通にこれだけ見てると結構細いかなと思うんですけども、やっぱり ADA の、このプロピンセットシリーズとても、細いかと思います。で、今回なぜ細い方がいいのかっていったところについて、このね、実はこのソイルを今乾いた状態ではあるんですけども、一応この、ソイルの動きを見ていただきたいなと思って準備いたしました。で、まず一番最初に、まあ水草を、まあ例えばここに先端に掴んでいると想定して、植えるとき、こう皆さんこう入れますよね。この時にグッと土入れて、こう開きますよね。
この時のこの土の動き具合を見ていただきたいんですけども、これが動けば動くほど、やはり横の水草の邪魔をしたりとか、あるいはこの、せっかくこの植えたやつが、この一緒に浮かび上がってくるっていう可能性があります。ね、土がこう、横にどけちゃうので、ところがこちらの細いピンセットの方でやっていただくと、ちょっとこうしますね、こう。先ほどよりちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、この土の動きが少ないと思うんですよね。なので、太さによって、だいぶこの、挟んだ時に横の土をどけてしまうという、ことが起こります。なので、太いピンセットを使うと、こう水草をグッと刺して、で抜く時にこう開けるんですけども、やっぱり土をどけちゃうんですよね。この、太い、ピンセットだと。そうすることによって、せっかく植えた水草が浮き上がってくると。まあ、これを、細いものでやると、こう広げる時に土の動きが、多分先ほどより全然マシですよね。この、土のこう動く範囲が、まあ、これをちょっとお見せしたくてちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、こんな感じで、とにかく細いものを選ぶと土をこうねこうグッとこう、避ける、動きがなく少なくなるので、抜けにくくなって横の水草にも、それが干渉しないと、まあ、そういったこともありまして、とにかく細い先端が細いピンセットを選んでいただくとものすごく、水草の植栽がスムーズに行えます。はい、では次に長さについて解説をしていきたいと思います。じゃあどれぐらいの長さのピンセットを、持っておけばいいのか、この点なんですけども、まあ、これも非常に当店のご来店いただいているお客様からご質問が多くて、まあ、例えば自分自身が持っている水草水槽、ものすごく、水槽サイズがちっちゃいので、まあ、こういった短い S みたいなね、短いタイプの方が植えやすいですよねとかおっしゃるんですけども、実はそうじゃないんですよね。結論で言いますと、L もしくは XL この2本のどちらかがもうベストチョイスです。で、こういった感じで AD のシリーズ4種類あるんですけども、本当に長い順に XL、L のどっちかを選んでいただくのがもうベストとなるんですが、これはなぜかと言いますと、小型水槽の方であったとしても長い方がいいです。というのがなぜかというと、植えるときに皆さんこう手をね、水槽に入れて植えると思うんですけども、混み合った茂みのところに、水草植えたいとなった時に手がめっちゃ邪魔をして、もう下手したらこの水草の茎を折っちゃうってことになります。なので、とにかく水草に接触することなく茂みの中でも水草を植えられるって言ったことが重要になるので、とにかく眺めが必要ってことです。まあ、そういったことでとにかく眺めがいいかなと思います。で、この XL と L どっちがいいのかっていう点につきましては、ここはちょっとまあ長さ的にはそこまで大きな差ではありませんので、まあお好みに合ったものを選んでいただくといいかなと思います。はい、では最後の3点目の精密さについてなんですけども、精密さというのはこの合わせ具合です。この閉じた時にしっかりとこう、ピンセットとピンセットがしっかりとこう合わさっているか、まあ、これがとても重要になります。まあ、ここがもし、ずれてたりとか、閉じた時に多少の隙間があったりとかすると、植える時にやっぱりグリップしないというかですね、こう、植えていく、挟んで植える時にこう滑ってしまって水草が抜けてしまうということになりますので、そのあたりこの合わせがきちっと精密に作られているか、これが重要になりますので、ここも要注意かと思います。まあ、ここが空いてるとね、本当にちゃんと、挟んでるつもりでもどんどんこう土、まあ、ソイルに植える時に滑っちゃって水草が浮いてしまうと、そういうことになりますので、とにかくこの合わせが精密にできているか、まあ、ここも要チェックポイントになるかと思います。で、このように今回の3つの条件を満たしているピンセットということで、こちらの AD へのプロピンセットシリーズをご紹介させていただいたんですけども、まあ、お近くに AD 特約店がない方、欲しくても購入ができない方、まあ、そういった方々たくさんおられるかと思いますので、こちらの AD のピンセットの代わりとして使えそうなもの、3つの条件を比較的満たしているもの、高いレベルで満たしているもの、まあ、こういったものをちょっと探させていただきまして、下の概要欄のところに、リンク貼っておきましたので、もしご興味ございましたらそちらの方のアイテムでも見ていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、このような感じで今回は水草水槽で揃えておきたい、ツールの特集の第1回目ピンセット編を、解説いたしました。まあ、今後この、ツールシリーズなんですけども、まだまだ他にも、ご紹介して まあ、より詳しい解説をしなければならない、内容が残っておりますので、また継続的に見ていただければハサミであったりとか他の、レイアウトツール、そのあたりも詳しくお話しできるかと思います。本当にツールってもうとても重要で、ちょっと冒頭にもね、ご説明させてもらった通り、自分自身の手の代わりをするものになるので、
非常に重要です。まあ、もちろんピンセット一番使う頻度が多いので、一番最重要項目ではあるんですけども、まああんまり適していないツールを選んでしまいますと、とても効率が悪くなったりとか、まあ綺麗な仕上げができなかったりとか、とてもやりにくくてストレスを感じたりとか、まあ本当に良くない点ばかりになってしまいますので、そのあたりも本当に水草水槽にとって、最適なツールを選ぶ。これはとても重要になってきますので、また、継続的にこのシリーズ見ていただければと思います。で、水草水槽に使うツールって非常にコストがかかる分ではあるんですけども、ただやっぱりこのいい道具、適した道具を使っていただくと、水草水槽を作るときに非常に時短になる、効率よく短時間で水草を植えることができますし、あと仕上がりも非常に良くなります。やっぱり、細かい緻密な植栽ができると、本当に茂みを作るときにも、とってもこう密になって綺麗な茂みを作ることができますし、あと、メンタル、精神面が非常にこう、楽になります。やっぱりこう何回植えても、もう浮いてきたらもうイラーっとしちゃいますよね。もう本当になんかもう、何のためにやってるのかわからないみたいなことになってしまいますので、やっぱりストレスフリーで、とにかく、やりやすい道具で水草の植栽をバーっとやっていただければ、気持ち的にも本当ゆったりした気分でこの趣味を、心から楽しむことができると思いますので、道具選び非常に重要になってくるのでぜひ参考にしていただければと思います。で、今回の、ツール、水草水槽に使う道具のところでもし何かご不明な点とかこういったツールについて、紹介してほしいみたいなことがありましたら下の書き込み欄からご質問いただければと思います。まあ、その際お一人様ずつすぐに回答はお出しできないんですけども、今後2番3番と、このシリーズ続けてまいりますので、まあ、その中で多かったご質問につきましては回答を、動画の中で出させていただければと思います。で、今回の動画もしお役に立てたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。またいいねマークの方も応援がてら押していただければ大変嬉しいです。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。